マチルダ・チャップリン・エアトンは、イギリスの医師である。夫のウィリアム・エドワード・エアトンと共に来日し、日本では助産師の学校を開いた。ヨーロッパに戻った後、チャイルド・ライフ・イン・ジャパンを執筆した。著書、日本の子供の暮らしとお話の差し絵フランス、ノルマンディ地方のオンフルールに生まれた。医学、薬学を学び、1869年に薬剤師の予備審査を通過したが、 女性であることを理由に、開業の資格を得られなかった。エディンバラ大学の最初7人の女子医学生、エディンバラセブンの一人となったが、エディンバラ大学は女性に学位を与えなかった。イングランドとスコットランドでは女性に医学教育は閉ざされていることを悟ると、1871年にパリで学んだ。1872年に、いとこのウィリアム・エドワード・エアトンと結婚した。エアトンは、 ケルビン教の職望された弟子の一人で日本に親とい教師として派遣されることになった。マチルダは翌年参加学の免許を取得した。エアトンが日本の工部省工学寮に派遣されると日本に渡った。対日中は日本の風物を研究する一方、日本に助産師の学校を開いて通訳の助けを借りて自ら講義を行った。 1877年に結核に罹患し、ヨーロッパに帰ることになった。1879年にパリで MD の学位を取った。フランスで日本人の成長に関する研究ラシェール・シェイズ、ソウルズ・ディメンションズ・ヘネロレス・イシュールル・デ・ボラプモン、ジュコープ・シャレ・ジョポネを発表した。アイルランドやロンドンで医学の研修を続けた。病状が悪化し、冬はアルジェや南フランスで、 基幹生活を行ったが1883年37歳で没した。日本へ渡航した時からスコットランドの新聞スコッツマンなどに日本の政局や風習や西洋の教育問題に関して多くの寄稿を行った。1879年に彼女の描いたスケッチを挿入した著書チャイルドライフ・イン・ジャパンを出版した。女性に対する教育問題と 社会的地位の向上に強い関心を持ち、パリに女子学生のクラブの設立に協力し、ロンドンのサマービルクラブの設立を助けた。ありがとうございます。